ここには日本人の匂いに耐えられないと憤るヨーロッパの女性がいます。そして彼女は結局、通りを行く普通の日本人男性に不満をぶちまけることになりました。世界で最も清潔で匂いがないと評判の日本人に対して、彼女がなぜ憤りをあらわにしているのでしょうか。こんにちは、私はオーストリア出身のレナです。最近、私は日本のせいで多くの奇妙な経験をし、日本は世界で最も特別な国だと感じるようになりました。私は生まれつき匂いに非常に敏感です。この性質の長所と短所ははっきりしています。短所は、敏感な嗅覚のせいで悪臭を感じると、すべての神経がそこに集中してしまうことです。そのため、ストレスを感じやすく、匂いが強い人とは会話すらしたくないのです。長所は、この敏感な嗅覚のおかげで香水会社で働くことになったことです。私の嗅覚は会社でかなり重要な資源とされ、悪い匂いが嫌いなだけでなく、良い匂いが好きな私は香水会社で非常に満足のいくキャリアを送っています。ある時、友人から J-POP イベントに行ってみないかと誘われました。実は私は日本がとても好きで、それは私の世代のオーストリアの女性たちにも共通しています。面白いことに、通常ヨーロッパの女性は J-POP や日本のドラマを通じて日本を好きになることが多いのですが、私が日本を好きになったきっかけは少し違っていました。もちろん、私は J-POP や日本のドラマが好きですが、日本と日本人を好きになった理由は、実は匂いが理由でした。私が聞いたところによると、日本人は世界で最も体臭がない人々として知られており、いつも香り高い匂いがするそうです。日本人は悪臭を発生させる遺伝子の変異を持つ割合が世界で最も高く、したがって、科学的根拠に基づいた合理的な結論として、日本人が世界で最も体臭がしないと言われています。日本人は本当に恵まれた遺伝子を持っているのです。これは私にとって非常に羨ましい点でした。ヨーロッパ人は遺伝的に体臭が強く、体を洗わない傾向があるため、これまで付き合ってきたヨーロッパ人の男性とのデートは非常に困難でした。日本のドラマに出てくる日本人は、ハンサムで背が高く、その上香り高い匂いがするので、匂いに敏感な私は自然と日本をただ好きなだけでなく尊敬するようになりました。そして友人は、J-POP コンサートに行けば素敵な日本人の彼氏ができるかもしれないと私を説得し、結局私は彼女の誘いに乗って J-POP コンサートへ行くことにしました。予想通り、ここで日本人の彼氏を見つけましたが、彼には何か怪しいところがありました。ドラマに出てくるような背が高くハンサムな日本男性とは異なり、自分を守ることもできなさそうな小柄で華奢な体格で、顔には自己管理が全くなされていないのでした。しかし、私は日本男性に対して大きな好奇心を持っていたので、結局彼と会うことにしました。やはり奇妙でした。日本人は体から良い香りがすると聞いていましたが、私が出会った日本の男性はヨーロッパ人よりもさらに嫌な匂いがしました。彼は週に一度も洗わないのか、会うたびにその匂いはひどくなる一方でした。そこで、いつか彼に真剣な質問を投げかけました。日本人は体から悪臭がする遺伝子がないと聞いたけど、これについてどう思う？すると日本人の彼氏は突然、日本人は汚い匂いの民族だと非難を始め、一方で自分が中華系の日本人であること、そして中国人は非常に清潔な民族だと盲目的に賛美するようになりました。彼のとんでもない発言にはただ呆れるばかりでした。日本人である彼がなぜ自分の国をけなすのか、また、自分から発する腐敗臭に気づかないのか彼の厚かましさに驚愕しました。さらに、彼は水道料金がもったいないと言ってシャワーを拒否したり、有料トイレを使うのが惜しいと言って路地で公然と小便をするなど、想像を絶する行動を見せ、私は日本男性の実態に大きく失望し、彼と別れることにしました。さらにその日本男性は、これまでに彼がくれたプレゼントやデート代まで要求する醜い姿を見せ、私は彼のそんな姿に頭を振りながらプレゼントを投げ捨てました。そしてその頃、私はフランスに派遣されることになりました。フランスは香水で非常に有名な国ですし、私は頻繁にフランスへ派遣されますが、この派遣はかなり特別でした。それは会社で日本人の前田さんに出会ったからです。初めて彼を見たとき、私は彼が中国人だと思いました。彼は背が高く、ハンサムで、体からは全く匂いがしなかったからです。以前の日本人の彼氏から、ドラマで見るような特徴は実は全て中国人のものだと聞いていたので、当然彼も中国人だと思ったのです。しかし、前田さんと親しくなった後の会話で、私は衝撃的な事実を聞くことになりました。一
一つ目は、彼の若く見える顔から当然20代だと思っていたのに、実は40代半ばであるということ。二つ目は、彼が日本人であるということでした。私は彼に私の経験を話し、日本人は背が低く体臭がすると聞いていましたが、どうして彼はそのような日本人の特徴とは正反対の特徴を持っているのかと疑問を投げかけました。すると前田さんは信じられない話をしてくれました。彼は日本人ではなく、中国人かもしれませんね。彼がレナさんに日本人であることを強調して近づいた点、そして体をきちんと洗わなかった点、さらには強烈な体臭があった点を見ると、彼を日本人だとは思えません。日本人は世界で最も入浴を好む民族ですから。また、日本人が公然と小便をするというのも信じがたいです。私が日本にいた時には、道端で小便をする人は全く見かけませんでした。実は最近、ヨーロッパでは中国人が日本の洗練されたイメージを利用して自分たちの私欲を満たしており、私の友人の中にも日本人のふりをする中国人に騙された者が何人もいました。その度にいつも友達を慰めていた私ですが、実は私が最も初めに日本人のふりをする中国人に騙されていたのでした。そのように日本人に対する誤解をある程度解消した私は、前田さんとさらに親しくなり、やがて彼と親友になりました。そして、前田さんと一緒にいるうちに、私は様々な驚きの経験をすることができました。私はフランスへの出張が非常に多いのですが、プライドが高いことで有名なフランス人から歓迎されたことは一度もありません。たとえ世界最高水準の先進国から来た観光客であっても、フランスでは単なる汚くてうるさい外国人観光客として扱われます。しかし、日本人の前田さんは違いました。フランス人がどうやって前田さんが日本人であることを見抜いたのかはわかりませんが、彼にだけ、こんにちはと声をかけ、写真を撮ろうと近づいてきたのです。私は自尊心が高いフランス人がこれほど外国人を歓迎するのを見たのは初めてで、その後もフランス人はさらに驚くべき反応を見せていました。前田さんと写真を撮ろうと近づいてきた人々は、彼からはどんな匂いもしないばかりか、むしろ香りがすると感嘆の声を上げたからです。実際、ヨーロッパ人にとって体臭は隠したいトラウマのような存在であるため、フランス人はただ香り高い匂いを放つ前田さんに対して、著しい羨望を示しました。さらに、フランス人は自国の文化に対する誇りが非常に強いため、フランス内では他国の文化がほとんど見られないのですが、日本のレストランだけはフランスの街角で簡単に見つかり、街頭の屋台でたこ焼きや焼き鳥などの日本食を売っているのです。フランスでオーストリア関連のレストランは一軒も見つからないのに、どうして海を越えて遠く離れた日本の文化がフランス全土に影響を与えているのでしょうか。私は日本という国に感嘆しつつも、一方で匂いや文化、そして経済力まで何一つ欠けることのない日本の姿に羨望を感じることもありました。ある日、私は休暇をもらうことになりました。そして前田さんは、せっかく休暇をもらったのだから日本に来てみないかと提案してきました。実は、その時点で私はまだ日本人に対して半信半疑の感情を持っていました。もちろん、前田さんは私がもともと持っていた日本人に対するイメージに疑いの余地なく当てはまっていました。しかし、私が出会った中国人が日本人を貶めていたことを考えると、何か理由があるのだろうという思いがずっと頭から離れませんでした。だから、もしかすると前田さんが得意な人物で、大多数の日本人は体臭があり、身長も低く小柄かもしれないと思っていました。そして、この日本行きは、そうした私の疑問を解消する絶好の機会であり、そうして私は前田さんと一緒に日本へ行くことになりました。しかし、日本の空港に到着するや否や、私は驚愕するしかありませんでした。なぜなら、日本人は私の想像以上に背が高くがっしりとした体格をしていたからです。彼らは本当に、東洋人とは思えないほど背が高く、日本のドラマに出てくるような非常に洗練された外見で、特にファッションセンスが非常に良かったのです。日本の女性も同様でした。私は空港を歩いていると、若々しい高校生カップルのように見える日本人カップルを見かけましたが、後で彼らが中学生の子供がいる夫婦だと知り、驚愕しました。特にその女性はどう見ても高校生くらいにしか見えず、肌も非常に綺麗だったので、日本人の生体時計が逆に動いているのではないかと思うほど、非常に羨ましいと感じました。まるで日本人は遺伝子に良い特性だけを選んで持っているかのようでした。そして確かに中国人が日本人について嘘をついていたことが明らかになりましたが、一方で心配もしていました。まだ日本人が体臭を持つかどうかは確かめられていなかったからです。そしてすぐに、前田さんと一緒に日本のバスに乗った時、問題が発生しました。なぜなら日本のバスは人で満員だったからです。
実は、オーストリアでのトラウマから、混雑した公共交通機関は絶対に利用しないのです。私は身長がかなり低いため、こんな混雑した公共交通機関を利用すると、いつも人混みに埋もれてしまいます。ある日、オーストリアの満員のバスに乗った際、ある男性の脇の下に顔が触れてしまいました。もともと匂いに敏感だった私は、満員のバスの中で身動きが取れず、結局、男性の脇の下から汗と酸っぱい体臭をもう耐えられず、バスの中で吐いてしまいました。もちろん、バスが道路の真ん中で急に止まるわけにはいかないので、しばらくその場にいなければなりませんでした。とにかく、その経験のために、私は人が多い時間帯に公共交通を利用することは絶対にありません。しかし、私が日本の満員のバスに乗ると、背の高い日本人に囲まれ、オーストリアでの同じような体験を再びするかもしれないと思うと、とてもバスに乗ることができませんでした。しかし、ここでバスに乗らないというのは、日本人は体臭がないと言っていた前田さんを信じないという意味になり、結局私は仕方なくバスに乗ることにしました。そして、バスに乗った途端、驚くべきことになりました。バス内は人で満員にもかかわらず、どんな匂いもしていませんでした。いや、むしろ日本人からは柔軟剤の香りや香水の匂いがしていたのです。これは本当に衝撃的な体験でした。私は香水が元の香りをそのまま保持する場合を初めて見ました。ヨーロッパ人が体に香水を振りかけると、もともとある酸っぱい体臭と混ざって変な匂いがするものですが、日本人は本当に体臭がないのか、彼らの体はまるで香水を振りかけたテストペーパーのように香水の匂いをそのまま保持していました。どうやら体臭が全くないテストペーパーのような日本人は、良い香水の香りだけをそのまま吸収しているのでしょう。香水は、ヨーロッパ人の強烈な体臭を隠すために作られたものですが、まるで体臭のない日本人のために作られたかのように感じられました。もちろん、浅草寺に到着しても同じでした。通常、こんなに有名な観光地ではゴミがたくさんあり、悪臭がするのが当たり前ですが、日本の観光地ではゴミはおろか小さな埃一つ見えないし、当然ながら悪臭も全くありませんでした。むしろ浅草寺では、桜の木の香りが古代の宮殿の庭園と調和していて、寺院では柔らかい香りが神秘的な感じを醸し出していました。どうして日本では、日本人だけでなく観光地でも良い匂いがするのでしょうか。そんな浅草寺の静かな庭園に座っていた私は、特別な遺伝子を持たない私が日本で最も汚い匂いを放つ存在だと認識することになりました。日本という国では、空気さえも美しさと清潔さの教訓を囁いていました。そうして私は私だけのユートピアである日本での旅を続け、間もなく前田さんが住んでいる家へ向かいました。そして、日本人の本当の秘密を知り、驚愕することになりました。前田さんの家はただの一般家庭であるにもかかわらず、自動で汚染を感知して作動する AI 空気清浄機が設置されていましたし、さらに靴箱には殺菌機能があり、靴の中の細菌やカビだけでなく、匂いも完全に除去していました。もちろん、前田さんの清潔さは想像以上でした。彼は1日に何度もシャワーとお風呂に入り、食事の後は少しの怠けもせずすぐに歯磨きをしていました。前田さんは、日本人はみんな自分のようにすると言って、それが大したことではないかのような反応を示しました。しかし、週に一度しかシャワーを浴びず、1日に一度も歯を磨かないヨーロッパ人と比べれば、日本人は清潔さにおいて世界最高レベルでした。おそらく日本人からひどい体臭がしない理由は、個々人が細かい衛生管理をする文化が根付いており、高水準のインフラが彼らを支えているからでしょう。匂いに非常に敏感な私にとって、日本はまさに地上の楽園ですが、日本人も私を見た時に同じように思っているのかはよくわかりません。今日の動画はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。